推進リーダーの松下凪です。海の日全国一斉アクション、海でつながるゴミ拾い。皆さんは海のゴミの約8割が陸から出たゴミだと知ってましたか？海のゴミは私たちの少しの心がけで減らすことができるかもしれません。7月16日海の日の前後に全国で実施した海でつながるゴミ拾い、三重県で参加してくださった皆さんと一緒にゴミを拾っていきたいと思います。素晴らしさを知っていただきたいということで、開催しております。やっぱこんなゴミを置けたら裸足で遊べないし。そうです、うん、で海行ったら絶対裸足で遊びたいですよね。の方が気持ちいいですしね。そういうことも考えると、はい、こういうゴミっていうのは子どもたちの遊ぶ機会を、ね、奪っているような気もしますけどね。うん、少しでも減ることが将来の子どもたちに綺麗な海を残していくということにつながると思いますけどね。海岸をきれいにするぞ。えいえい。おお。参加してくださった皆さん、ありがとうございました。せっかく広まったこの輪を私もどんどん広げていければいいなと思います。大雨の後でたくさんのゴミを拾いましたが、やはり普段からゴミについて心がけることが大事だなと改めて思いました。海ポスワークショップのお知らせです。海と日本プロジェクト in 三重県ではボートレース2で開催される三重テレビ納涼しぶき杯初日8月12日に海ポスワークショップを開催します。参加してくださった方には素敵なプレゼントも用意してますので、皆さんぜひお越しください。海と日本。